こんばんは。皆さん、今夜は私の悩みを聞いてください。普段家で食事をするときはうどんやそばを茹でて済ませることが多いんですが、こんな私でもたまには張り切って作ることがあります。今の悩みは茶色い料理ばかり作ってしまうことです。こちらはスンドゥブです。誰が何と言おうがスンドゥブです。豆腐とちくわが入ってタンパク質たっぷりです。こちらはパンケーキです。裏面がどうなっているかはお察しください。フルーツたっぷり贅沢にいただきました。こちらは見えますでしょうか、ハンバーグです。焦げたところをちょいちょいっと削いで美味しくいただきました。やっぱり茶色いものって美味しいのでついつい食べたくなってしまいますよね。もっと色合いのある料理にチャレンジしたいです。え、何ウルフィ、色合い以前の問題だって。確かに頑張ります。今日も地元にメロメロ。